皆さんこんにちは、サクチャンネルです。サクチャンネルへようこそ。というわけで、今日は何をするかというと、マーブルメイプルの里さやあもねちゃんの紅茶を手に入れました。イエーイ。なんで手に入れたかっていうと、お父さんが物販で買ってきてくれて、めっちゃ嬉しいんですけど、買ってきてくれたので、それを紹介したいと思います。それではレッツゴー。はい、というわけで実物がこちらになります。じゃん、どうですか、こちらです。かわいい。こちらが掛川フラワーティーかな、掛川フラワーティーですのピーチです。すごい、プロデュース里さやあもねって書いてある。すごい。掛川茶、あ、掛川産茶葉 100% の和紅茶らしいです。で、とろけるような甘みと香りが特徴の一品。へえ、すごい。私もなんかこういうやつやってみたいけど、すごいですね。これはもう掛川ならではですよね、やっぱり。その静岡のお茶有名じゃないですか。なんか、そういうのいいですよね、活かせて。掛川アイドルマーブルメイプルコラボレーションプロジェクトらしいです。こちらを今日は飲んでいきたいと思います。こちらがね、原材料名がね、紅茶掛川市産有機ハイビスカスステビアローズピンクということでね、こちら 2g の12個入りで、いや美味しそうですよね。ピーチっていう名前だけど、ハイビスカスステビアローズピンクらしいです。すごい、モネちゃんらしい可愛らしい紅茶なんじゃないでしょうか。こちらはね、今日はちょっと暑いんですよ。今日なんかね、暑くて、こちらをアイスティーで飲んでいきたいと思います。それでは抽出していきます。はい、というわけで入れてきました。こちらです。じゃーん。こちらがモネちゃんの紅茶ということで、早速試飲していきたいと思います。いただきます。うん、ピーチの香りがするんですけど、これはなんかピーチの香りするんですけど、でもあれですよね、原材料にはピーチは入ってないから、甘い匂いがします。いただきます。うん、ステビアかな、ステビアが確かその甘い甘味料だったような気がするので、ステビアのその甘い感じとハイビスカスですかね。やばい、下手だ。どうしよう。やばい。そのステビアのちょっと甘い感じと、ハイビスカスの、そのフラワーな感じがします。いや、本当に申し訳ない。下手くそすぎて申し訳ないんですけど、すごいね、美味しいです。その、なんていうのかな、和紅茶なんですよね、これって。掛川産茶葉 100%、オリジナルフレバーティー、オリジナルフレバー。いいですよね、こういうの。なんか、ピーチ。なんか、桃を連想させるような甘い紅茶ですね。もちろん、ホットでも美味しいと思うんですけど、私は今回、アイスティーにして入れたんですけど、アイスティーもめっちゃ美味しいです、本当に。すごい。どうしよう。なんか私のレポが下手すぎて、モネちゃんにマジで申し訳ないんですけど、めっちゃ美味しいので、皆さんもぜひ、物販で、マーブンさんの物販で、ね、ぜひ、購入していただきたいですね。本当に美味しいので。はい。というわけで、ごちそうさまでした。静岡っていうこともあって、その、和紅茶の紅茶をね、出せるっていうのはすごい魅力的だと思うし、ピーチのね、その優しい香りとか、そういうのが楽しめていいなと思いました。その、こういうね、細かい、なんて言うんですよね。細かいところも可愛いので、皆さんぜひ、マーブルさんの、物販でご購入してください。お願いします。以上、めっちゃ下手で申し訳ないんですけど、レポ
いたしました。皆さんいかがだったでしょうか。本当に下手すぎるんですけど、紅茶やっぱ難しいですね。私紅茶本当に好きなんですけど、レポするっていうと本当に難しくて、ちょっと説明書通りに読んでしまうので、ちょっとやっぱ勉強が必要かなって思いました。はい、これを機に紅茶もお勉強したいと思います。以上、高評価とチャンネル登録お願いします。コメントも読んでるので、ぜひね、いいねしに行きますので、ぜひお願いします。以上、佐伯さくとでした。バイバイ。